こんばんは。2020年の5月の29日夜となっておりますけれども、今日は、まあ7時に、ジュースジュース宮本佳林 <laughs> 宮本佳林の決め台詞を言おうというコーナー、こちらを拝見しまして、もう何回か見ただけなんですけど、これは声と表情、動きだけでいくらでもエンターテインメントを語れる素材、宮本佳林ということなので、 今日は速攻でそれを解説してみようと思って <laughs> こちらをお取りしておりますさあじゃあねなんで言うかというと宮本かりクラスっていうのはもうこのちょっとの遊びだけでもいくらでも先ほど申し上げましたエンターテインメントとして語れるってことでございます、まあ、こんな速攻もやっていこうと思ってるんで国尾チャンネルもぜひご登録の方をお願いしながらお付き合いくださいでは早速いっちゃいましょう、えー、とまずね、えー、と冒頭タイトルですね、えー、と決め台詞を言おういろんな決め台詞をいろんなパターンで言おうと いう感じでございますでこれ2つのセリフを、まあ、3パターンずつで計6パターン届けるというような触れ込み趣旨の内容ということで間違いないと思うんですですけれどもそこにさまざまかりんの持っているエンターテイナーエッセンスが込められていたのでその辺補足しながら説明してまいりましょうではまずね「同情するなら金をくれ」というこのフレーズですねもう足立由美、ね、家があるかないかといったらない方の方でございます ね、そのドラマこれ仮にリアルタイムで見てないだろうけどねでここのフレーズを「えー、と、可いいパターン」「普通のパターン」「イケボのパターン」という3つの声で宮本かりが表現してくれるというような試みですねではまず「可愛い,いパターン」どんな感じだったかというふうにお話ししていきますねこれはね多分アニメかりんの子供だった頃の「彼女は可愛いいパターン」っていうのはアニメ声優のイメージなんでしょうね なんかラキスタととかか思いい出すよううなアニメ声というかちょっとあの時代に戻ってもらえば分かると思うんですけどなんか甲高くしていって上の方でぐるぐるぐるって揺れるのが可愛いという風にするようなそこをコンパクトに表現したような印象でしたこれが可愛いパターンで普通のパターンこれはね本人は何て言うかな僕がどう思ったかというと舞台女優風なしかしライトな感じの声に聞こえたんですよ。 でもなんか違うと本人も思ってるみたいでうん多分これ本人は普通じゃない子だから普通が何かがもう分かんなくなってると思うんですよねなのでこれは彼女なんかやっても永遠違う違うってなっちゃうんじゃないかなと思いますだけども舞台上優風な張りのあるやっぱり本人自身もそうですけども環境もそうなんでしょうね自分の中のもう普通がないっていうような感じなんだと思ってますでそんな感じでしたで3つ目イケボのパターン ギボのパターンは、えっ、ー、とまあ本人に言うと難しいらしいんですけど、まあどれかなどれかなっていくつかの声出して調整してたんですよ。で、パターンとしては二つだったのを探してた感じも持ってるの二つの中でどっちにしようかって考えてた雰囲気でした。で出したのはその二つじゃなくて三パターン目、オルタナのやつですね。でこれでこれを言って結構悪くなかったんだけどなんか違くねになってるんですよ。でやっぱりこの違いって通常素人にはわからないですよね。 だけど、仮は確かに、ライブで常に、 第一巻最初の感覚で一発目をアドリブで決められてそこそこエンターテインメントにすることができるんですよ、まあ、よくライブ行ってた方なんか分かりやすいところで言うと「GirlsBeAmbitious」なんていう曲ライブハウスでしょっちゅうね、えー、アレンジを繰り広げながら行われていたこれはジュース・ユースの他のメンバーもそこにも,もちろんアジャストしていたので、えー、面白いところなんだと思うんですけどそれをやっていたかりんしかも仕掛け側だったかりんっていうところだ企画力っていうことなんですけどねこの辺が 本人の数秒の中のセレクトの中でも頭の中にあって簡単に取り上げられることができるでそれが自分の中でまだ正解じゃないっていうことなんですよねでこういうことが見受けられる一連の流れでしたさあじゃあ続いていきましょうね、うん、<laughs> と重要だったのはこの本編と少し違うところで、まあ、じゅ全部重要なんだけど面白かったってことその後可愛く金遅れちょうだいみたいな感じになっちゃったよねとか言ってるんですけど これそうはななってないんですよだから本人のストックは本当に一回言った後にすぐ自分で採点し直せるっていうのかな復習瞬時に復習してるんだと思うんですこういうところが仮にうんやっぱり違うそんなほどそんなことをおまけチャンネルを見て思ってるわけですよじゃ続いていきましょうえー、っとね「承知しました」この「承知しました」を数回試した後のあの「おお」みたいな声 こ,ここ注目なんですここ重要なんですこれなぜかというとこの声に技術が集約されています、えー、と通常の人のリズム感ではなく喉の奥でビブラートを不規則に鳴らすことができるんですねで、この場に適しかつエンターテイメント性もあふれるウォーになっているそんな印象なんです これもぜひあの再生して聞いてみてほしいです。当然僕の概要欄にこの元ネタを貼っておきますので、最初のなんか鳴き声みたいな、冒頭、この動画での冒頭最初に鳴き声みたいのにもあるんですけど、そこも表情とか声の鳴らし方って、まあよくあそこを選べたってぐらい的確でアマチュアじゃないんです。これ自然に流れてるのが宮本かりんなんですよね。まあそういうのは確認できるシーン、さらにさらに深掘りしていきましょう。で えっと、そんな宮本かりんちゃんが憧れる声みたいなのも入れてました平井美代ちゃんの声が好き平井美代ちゃんですね僕も大好きです、ね、彼女の声好きはもうラジオでも何でもそうですけど好きなポイントってったら大きくどんと2つ言うと一発で誰の声かすぐ分かります喋り声でも歌う声でもこれは商品化する時の個性ですねでそこに対して彼女のぬくもり 美桜ちゃんは内面に優しさが大量に流れてるんでそれがにじみ出てくるんですよおそらくかりんはここに憧れを抱いているそんな気が全然僕にも伝わってきますで続いてたけちゃんの声も好きみたいなこのたけちゃんの甲高い声やってるんですけどこれはもう楽器としてのたけちゃんが好きなんだと思うんですねで楽器のフォルムも好きで多分かりんは 竹ちゃんの人格人,人間に対して惚れてるんじゃなくてなんとなく音のパーツとしてこのみおちゃんとかたけちゃんっていうのを出してるんじゃないかなってとかこんな瞬間に出てくる発想でも僕は読み解けるそんな気がしましたさあさあじゃあこんな重要なとこ行きながら、えー、と最後の本人が 2, 2セクション目ですね2セクション目で声を出してくれていたパターンいきましょうかえっ、ー、とこ,このこのねパターン何だったっけなえっ、ー、と承知しました承知しましたですすいません でこれをかわいいパターン普通のパターンいけぼのパターンで言いますかわいいパターンはまあ、やっぱりかわいい感がアニメにある感じそれも2010年代から2020 1 0 20年のこの10年ではなく2000年から2010年の先ほど言いましたパターンの方の昔のアニメ声に行ってるかなっていう感じかなラッキースタとかそっちの方ですねその印象ですで普通のパターンこれはいつもの私と言ってるがまあちょっ どれぐらい前か34年前だったらこんな時あったかもしれないけど最近そういう感じじゃないんで本人が今どのギア入ってるか分かんなくなってるかもしれないですね <laughs> そんな風に思いましたでイケボのパターンでこれもやっぱイケボのパターン本人気にしてるみたいですね落ち着かせればイケボという感じの感性ということなんですよなんかちょっと男性のトーンでも低温に行って安定して 喜怒哀楽出さず感情表現せず横にスラッという言葉を本人はイケボと言ってるっぽいでできる女の恋になるという部分でも全体的に落ち着きイコールイケてるって感覚なんでしょうねこれはわかるけどカリンこれだけのセレクトがあるカリンがこういうこと言ってるのが面白いなっていうことですねで、今回思ったのは男性声の適性は十分あるんですえっ、ー、とこれはもう十分前から 例えばタイムリピートですよね演劇女子部の演技で相馬役なんていうところでとっくに証明されてたと思うんですけど彼女はもう本人の声じゃないところで物語を把握してしっかり歌唱のテクニックを入れかつ現場にいる人たちみんなを巻き込むつまり感動させることができる。 これは感動っていうのは脚本に依存している女優という立場だったり歌手という立場であれば歌手だったらコ,、うん、コンポーザー作詞家だと思うけどでもそこにアジャストしている人しか、うん、コマとして機能して動いていって我々の目の前に立つことはできないんでそれは素晴らしくできていることが証明された一連だったと思っております。ね、でまあこれを簡単に技術で3つ僕まとめました。1つは 当然何パターンも持っているる引き出しがあること。まあ、これはもう技術だけじゃなく日々の鍛錬ですよね。なので瞬時に頭の中に出てくるということですよ。これは仮の中にあるということ。で2つ目は、まあ、そして多分この子は声で感動できるレベルの歌まで持っていけることができる要は落とし込みということになると思います。 なので先ほどと同じなんですけど相馬越えというところ自分とは違うキャラクターを演じさせろというふうに言われたら簡単にそこに簡単にではないだろうけどしっかりそこにアジャストできて自分の中に流れているものをこう流動させながらそのキャラクターそしてもう一回流動させながらそのキャラクターということがものすごい高速で頭の中でできるんですよ。これが証明されているっていうところねこの2つねで3つ目で当然さらりとやっていたんですけど まあ、仮の未来というところでさももまざ、ね、まあ、様々アニメ声でね「高瀬くるみ」なんていうのも話に出てきますけど「ビオンズ」の高瀬くるみ」ですねで比較さまざましてみても「船木結文」も出てきてもいいと思うんですけど仮にの方が技術レベル範囲守備範囲と言ってもいいでしょうもう僕は広さ深みというのは今日に限らず感じてますね、まあ、そこを証明してくれたという意味でも価値意味はあったんじゃないかなと思っています ね、今日はこの動画っていうのはここに気づかないといけない動画ということでかりんかわいいとかわー相変わらずわちゃわちゃしてて面白いなんて言ってるのもいいんだけどここ読み解ける動画だったんだよってことを説明したくてこの動画撮りました <laughs> まあで、ね、ラストはカリンなりのポンコツ感出しててで、ね、でもこれれに騙されちゃいいけないんですよ何度見ても宮本かりんクラスだと内容があるんで本人で全くもっとプロではないとか言ってるんだけどもうこん,なこんなの無駄で。<laughs> もう姿勢と体の形がリラックスしててその中で声を無限に操れてるんですよねで表情もでたらめに見せて自分の価値が下がる変顔にも絶対行かないんですで本人の顔を見ててください許容範囲の中で表情を崩してるんですよでも宮本んのブランドを外さない、ね、で最後は続いての企画に行きましょうと言いしっかり続編があることを暗示しねえ 気分で止めた芸を見せるこの二次創作的な表現、まあ、全て素晴らしかったですね改めて、えー、僕はこの動画で宮本花りという少女、うん、女性まあクリエイターアーティストアイドル様々ですねどこにもたどり着けるどこの要素を持っていてしれっとこなしてるそんなかりんを受け取ることができたそんな日だったので解説動画にしました まあこんなコーナーも引き続き突発的に国王チャンネルやっていきたいのでチャンネル登録もお願いしますでは素敵な平日の夜を引き続きお楽しみくださいまたね